さんこんにちは。ふるさと、簡単な曲をいろんなバリエーションで弾けるととても楽しくなります。コード進行もトニックトニックと続くときは1625という循環コードを活用したり、ドミナントを2-5に置き換えて弾くことも可能です。ふるさと。最後のトニックをサス4からトニックに置き換えて弾く、いろんなバリエーションで弾くことができます。簡単なコードネームを覚えて、ぜひいろんなバリエーションで弾けるとピアノはもっともっと表現豊かに弾くことができます。コード進行も少し考えると、1度1度、トニックトニックと続くときは1625という循環コードに変えてみたり、いろんなコード進行をつけることができます。ふるさとお届けいたしました。